四国のゾーブゾーブとは、ニュージーランドの企業ゾーブリミテッド社が開発した、ニューアトラクション商品の一つで、人間が巨大な中空、透明のボールの中に入り、斜面を転がり落ちて楽しむものである。ゾーブリミテッド社の登録商標である。このアトラクションを行う行為をゾービングという。ゾーブの素材は、PVC 製、または TPU 製。 外側の直径は3.0メートル、内側の直径は1.8メートル。外側と内側の間には70センチメートルの空気の層があり、衝撃を吸収する。造部自体の重さは約40キログラムである。造部の種類は等があり、他に雪上コースを転がるスノーゾー部がある。日本国内で体験できるのは4カ所。以下は X パークと、 城島高原パークは廃止された。2013年1月3日頃、ロシア南部のカラチャイチェルケス共和国にあるスキー場にて、ゾー部体験中にコースをそれたにそこまで転落し、乗員2名のうち男性1人が死亡し1人が重傷を負う事故が発生した。これに対しゾー部リミテッド社は、弊社とは関係のない違法営業で100% 防げた事故であると声明を発表している2021年3月に国内トップクラスのチャンネル登録者数を有する東海オンエアが自身のチャンネル内で雪山を転がるロケを行う。テレビ番組でもフジテレビ系列で加題さんと千鳥くんや VS 魂新しい鍵などでも放送された。提供は日本バブルサッカー協会を運営するプラスピート合同会社。 ありがとうございます。